だからありがとうございます。くんも好きありがとうございますありがとうございいますということで、じゃあちょっとね、あの、今回の同時配信は多分、私のことをさよならモリさんでしたよっていう方もいらっしゃるのかなと思うので、ちゃんと自己紹介させてください。今日はしかもかわいい服も着てて、<laughs> なのにこんな <laughs> ね、ねえ。 おはようございます。という感じなんですけど。ではキャッチフレーズから行こうかなと思います。行きます。福井県といえばカニ恐竜はい。ひゆかありがとうございます。はい、akb48 チームメチーム4。家人の。 坂川ひゆうかです高校1年生16歳ですでももうなんと先ほども言いましたが高校1年生最後のテストが今日で終わりましてだからもう高校1年生じゃなくなりますあと1か月もないですよねもう3か月月ですのでやばい高校2年生になりますけどもまあ今今まだまだ高校1年生ですはいという感じです そして最近はなんなんんとそうです最近ちょっとちらちらと見えましたがなんと AKB48 サーリアルの新メンバーリリーになることが決まりましたというか慣れましたありがとうございます、まあ、この件に関してはねまた詳しくちょっと別の配信とかいろいろお話ししたいので一旦ね今日はこんな感じでさらっとお話しさせてくださいありがとうございますありがとうございます <laughs> はいということでじゃあちょっとねこの配信の企画説明を行っていこうと思いますこの配信では昨日放送されたってなってるんですけど昨日じゃないですね全然昨日じゃないです先週かな放送されたさよならモーリさん AKB48 さよならモーリさんの感想や裏話を話していきたいと思いますもしもあた もしまだ見てない人はこの配信が終わったら是非ねフル l u t v e r の見逃し配信をチェックしてくださいはいなのでこの配信で一緒に見ますけどその後ももう一回見てくださいとまあ皆さん2回見てください是非ねはい <laughs>、はい、じゃあこの AKB48 さよならモーリーさんの説明をいきます次はね。毎週木曜24時59分から日本 日本テレビで放送される AKB48 のバラエティ番組です。はい。番組放送直後からフールティーバで見逃し配信がございます。日付またいで、おおおお、ん？本日20日は番組にて連動したエピソードをワンもこう。 これはちょっと関係ないですごめんなさい。スキップ <laughs> 番組ハッシュタグ、番組ハッシュタグは、ハッシュタグ AK、AKB、AKB は普通に AKB、AKB、さよならモーリーさんです。で、MC は、皆さんもう知ってますよね。霜降り和嬢さんでございます。そして、峯岸みなみさんが、レギュラー出演させていただいてます。めっちゃ豪華ですよね。本当に、改めて、すごい思いますね。毎回ね。 なんか2回目だったんですけどこの時はもうね普通なんだけど普通じゃないというかこの現場がありえなくないですかだって霜降り明星さんとか峯石みなみさんとか私がずっとテレビで見てた方だからさなんかもうすごいのようんずっとなんか現実見てない感じです実を言うとねはいそして番組センターは大森真帆さんですね まほさんの企画とかやってますね。すごい面白い。大好きです。はい。そして続いてプレゼント企画説明を行います。この配信を記念したプレゼント企画も実施いたします。本配信のランキング上位3名。上位3名の方です。2はさよならモーリさんのスタジオで撮影した取り下ろし,下ろし集合写真を私のサインが入った台紙とセットでプレゼントしちゃいます。 最後までぜひ配信をご覧くださいということでおろろろおろろすごい素敵なプレゼントがあるみたいです上位3名の方ですよ13名十三名なんだけどねいつもランキングが3名の方ですはいなのでぜひねぜひね皆さんん最後まで配信を見てほしいなと思いますはいということで 早速同時視聴配信を行っていきますちょっとね私は今回 TVer さんで見させていただこうかなと思いますちょっとね私もドキドキですね皆さん見てくれましたかねもう結構ね私のファンの方は見たよっていう方が多かったんですけどさじゃはいきますでいきます皆さん準備できましたか 見ていきます。五。あ,あ、じゃ CM です。はい、あいい無事。じゃ一旦ね CM なのでね。無音にしておきますね。はい、皆さんは準備できましたか？ちょっと今日この前髪も本当にもう早起きすればもっと可愛くしてたんです。 ごめんなさい本当にそうでもまあ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 、ま、お,お気になさらず今日ちょっとねこの配信の方をねぜひ <laughs> 配信始まるぞちょっと待ってね今まだ CM です痛い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 ,痛い,痛い 鋼のメンタル女王は誰だ AKB48 最悪な一日始まりましたドキドキドキ、うん、これ怖かった前回のエピソードがすごかったんですよあの握手会のお話が多くって結構私握手会本当にこの時リアルお話会の前だったからさもう怖くってえ そんなこと起きるのと思ってたんだけど、めっちゃ最高でした私リアルお話でありがとうございました。<laughs> 全然怒られて説教とかなかったです。はい。お <laughs> ひ、はい、ななさん。おショールームですね。十二時までゼロ時までしか配信できないんですけど、誕生日の日だけはあの十二時超えてもいいっていう人っていて。うん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 。なるほど。はいはい 音流しちゃダメなのか待って。音消した配信イヤホンをしないといけないの。わかりました、わかりました。では、イヤホンをさていただきます。危ない、危ない、危ない、危ない。じゃん。よし。では、イヤホンで聞きながら、いきます。 ひななさんです今はい21いやーかわいそすぎます誕生日 ね、悲しいオフラインお話かいしかも二十歳ですからね二十歳の記念の誕生日でブチは確かにつらいわあ <laughs> よかったよかった2時までおえ早い私来た私来ました皆さんうんお家の中で配信してますはいそうなんですよちょっと止めますけどもあの背景がドアなんです本当にあに皆さん今見てる方は分かると思うんですけどもこれなんですよ全くあのこれなんですねえ,えコメントがえ ちょっと皆さんからかいやめてくださいよ後ろってそうやめてくださいやめてください。でそうこれだったんで本当に「え後ろ?」みたいな「でいや,やめてください」みたいななんかいつもそんな結構多くってなんかお化けとかのからかいとかなんか「後ろ、ね」みたもないよみたいなこと多いんですけどあの時は本当にちょっと開いてて「えっ?」と思って見たら。 はい、ということで、ちょっと配信見ながらいきますね。はい。後,後ろはってきました。はい。そうなんですよ。ドアがちょっと開いてました。 そうなんですよ。上ラの男が立ってたんですよ。で、今日も立ってると思うじゃないですか。ごめんなさい。今日はお兄ちゃんいないんですよ。すいません。多分ね、皆さん期待したと思うんですよ。いや、今日もちょっと仕込んであるんちゃうと思ったと思うんですけど。ごめんなさい。今日は上ラの兄、いません。今日ちょっと上ラの兄はもう大学生になったので、あの、県外にいますね。はい。だから全然会えないんです。私もね、もしかしたらね、帰ってきてたら絶対、 仕込んでたんですけど、あの、冗談なに、いませんはいあの、圏外ですはい。残念ながら、ちょっと仕込めなかったです。すみません。<laughs> でも、この時は本当に仕込んでなかったです。この時は本当にびっくりしちゃって。そう。そう、返事に来たと思いました。本当に、冗談ですよ。あの、お兄ちゃんも、その、ね いいつも上裸でいるわけじゃなくて全然普通に普段ねあれなんですけどあの時は上ラで偶然ね本当にでまあそれをお風呂に呼びに来たっていうのもあってあと部活帰りっていうのもあってそこ、まあ、お風呂に入ってこう来たんですねそうそうなんですよだからすごい私はあの誰と思ってこうやって見たらお兄ちゃんが。 もうやらかした顔、もう完全に、やってもったわって顔で立ってて、私も、何してるってなって、お互いもね、見つめ合いましたね。ねお兄ちゃんも。これですよ。もう、やってしもたわっていう顔でねで、私も、お兄ちゃんはーい。でも、けん玉でなんとかね、この、ちょうどね、今はけん玉あるんですけど、 この隙間だったんですね、見えたのが。そうだから、そう、はーいって言ってこ、こうちょうど隙間をこうやって隠したんですけど、も意味ないっていう手遅れでした。はい。こうやってね、やりましたね。はい。どうでしたか皆さん覚えてたかな逆になんかね、結構本当に、一時期それがめちゃめちゃ広まっちゃってて、そう。で、ファンの方とかにも、あれは誰なのみたいな。 なってたんだけどそう知ってました皆さんどうなんだろうしょうくんありがとうございますいつもありがとうゾンネさんもクッキーかなありがとうございますモモンガジ郎さんもパンダありがとうございます <laughs> あ覚えてましたかそれは良かったですよそうもうあえてねあの触れなんかその時私全然どうすればいいのがどうするのが正解か分かってなくって <laughs> もう。 どうしようとにとりあえず、とりあえずどうしようと思って、必死で気づかないフリーというか、皆さんがもしかしたら気づいてないかもって思って、そう、ちょっとやりましたね。一旦、鼻かましてください。ごめんなさい。一旦、ミュートにしたいんだけど、ミュートが押せないという。 ミュートできないのかなは鼻、鼻噛みたいちょ、ちょっと待ってねあらららららららえミュートこれできないのかなあらら一旦我慢あのなんかミュートができない部屋出たいんだけど 皆さんんお,お気づきででしょう後ろなんですねドアがねはい背景がドアなんですねだから私が出るってなったらもうここを開けないといけないんですね別別部屋逃げられないんですねというはい私の配信はちょっとねそこがちょっとありますねデメリット逃げられませんはい実はじゃあちょっと配信続けてみていこうと思いますいきます ちょっと私の変顔で止まってますねいきますちょっとお兄ちゃんの顔がね結構すごいんで しかもそうびっくりしたのが私映像ありって聞いてなくってそのなんかそのエピソードはこれ話しますよってことを言ってたんだけど映像ありっていうのが知らなくってしかもあの時の映像ですよねっていう結構私ね本当に結構本当に結構あのやらかしたと思っててあの配信そうこれをネタにするまでずっともう心の中で絶対出さないでおこうと思ったんだけど 本当にねもう,やらかしたもう私は「女ラの兄」を出してしまったようにと思ってそうなんかめっちゃあと思ってたんだけどまさかのその動画がありますとはいびっくりですよねはいで動画流れますとはい来ました <laughs> しかもこの時めっちゃ髪短いのでこけし状態です <笑><笑>無理やり。おおおお皆さんありがとうございます一ありがとうございます。 お兄ちゃん出ましたそうなんですよもうこの時は本当に泣きながらでしたね泣きながら怒りました よしミュートできたはいということであのさっきの話になるんですけどお兄ちゃんにその後に泣いて怒ったっていう話なんですけどそう私本当にねマジで絶望したと思ってもう終わったと思ったんです本当にこの時言わなかったんですけどアイドル人生ガチで終わったと思ったんですよこの時にもう上羅兄がさ出てくるのも怖いのに上羅の兄っていうのがもう厄介でうっああと思って。 で本当に終わったと思ったんですよで配信終わった後でにも速即お兄ちゃんにもうもう泣きながら降りたんですよもう本当に終わったと思ってでお兄ちゃんに本当に何してるのってめっちゃ怒ったんですよそしたらお兄ちゃんは「ごめん」って <laughs> 許されるわけないですよねお兄ちゃんうん見てますかお兄ちゃんお兄ちゃん見ててほしいですねこの配信ね あの結構、ね、お兄ちゃんはね、私と違って結構あのポジティブ人間なんですね。だから、いやだ大丈夫、大丈夫みたいなの。ごめんて。もう軽いんですよ、本当にね。私がね、どれだけもう、どれだけもうね、絶望した思いでいるか知らないのに、ごめんてって感じでした、本当に。未だにあの時は許せませんね。でもその後に、まあ、私が、いや、もうごめんてじゃないって。 ってっ,てなっててなでお母さんが「いやあんたちゃんと謝りなさい!」って言ってお兄ちゃんもちょっと焦ってましたね。あそんんなにやばいんだってなってましたお兄ちゃん。はいでもまあ逆にそのお兄ちゃんのそのちょっと軽い感じポジティブな感じがいいのかなって思いますけどもはいでもその後はしっかり和解しました。そうで配信中家族に知らせないのって話だったんですけどももちろん知らせるんですよ。でもお兄ちゃんはその私が配信した後に 帰ってきてき学校からでそのままお風呂行って誰も多分教えなくって来ちゃったみたいなそうだからそっからはこの危険配信中って張り紙をちゃんとドアの前にねするようにしましたはいちょっと鼻かませてください鼻がやばいちょっと待って花粉症私一旦鼻かませてくださいおっ バイ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 。はいということで、もうやばい。 今年は花粉症かもしれない私花粉症じゃなかったのに花粉症かもですはいでそうそんな感じなんです,なんですけれどもこれって自分のシーン終わってもずっと見ないといけないのかなどうなんだろうそうエピソード話した方がいいのかな最後まで それはそうだよねよしじゃあちょっと続き見ていきます今はめぐさんですこれもめっちゃ辛かったです私聞いててやばいですよねなんかさ自分がさ 嬉しい気持ちでさお仕事してる時にさそうですよね今言うですよねやばいですよねね辛つらいですよね <laughs> hmm. 無藤姉妹さん来ました。大好きです。私、本当に。うん、うん。お,お。話を作り出すようになったんですって。 <laughs> 言ってそうじゃないですかいやいやいや <laughs> え、半年口聞かないのすごくないですかああ、一緒のチームで 鼻かましてください。ごめんなさい。<laughs> あ、むしろつらい。ちょっと待ってね。でも、私配信見て、聞いてるので。 でもこういう方いますよね。なんか、妹さん、なんか、例えばですけど、ありますよ、私も。なんか、あっちには、ひゆかちゃんかわいいねって言ってるのに、こっちには、まるまるちゃんかわいいねって。あら、どういう気持ち私も思います。でも、姉妹だと余計確かにそう思うかも。そうですよね。 浜さんこれやばかったハマさんもドレ <laughs> ームキャラ <laughs> 清潔 <laughs> <laughs> うーん 私ね握手会体験してないから分かんないんだけどこの手首の筋を触って子猫ちゃんはちょっとびっくりしちゃうよね<笑><笑> 浜さんの言い方が、本当に面白い。うん、ズッキーニさんの話はすごかった、びっくりした。<laughs> あ大きい本当に舞台って、一回休むだけで、本当に追いつけなくなるんですよ、私も。 舞台1回だけ経験させていただいたんですけど本当に何か一回体調崩しちゃってそうでそっから1日2日ぐらい休んだだけだったんだけど全然追いつけなかっためっちゃ必死に頑張りました。だから本当にすごい しかも主演で、ね、ボルダリングですからすごい本当にボルダリングとか私できない怖い怖いですあマホピョンさんこれ私も共感ですめちゃめちゃ私も間違えます赤坂赤坂赤坂 赤羽だったのか。電車です。私は電車というか、新幹線で来てます。はい。新幹線です。本当に東京の駅名ってめちゃ似てますよね。 前新橋と新宿間違えてめちゃ積みました新橋と新宿毎回間違えちゃうあら <laughs> おりんさんが怒ってる。 私意外とねファンのの方との遭遇がないかももしや気づいてるけど皆さん声かけてない感じかな私ファンの方と遭遇すること少ないかもですすごい小宮原さん目の前ですごい。 うんそう私結構ね本当にあんまり合わないうん確かに 最寄り駅怖いですね怖いここに住んでるんだ怖い雪林さんさん <laughs> ね、追いかけられるのも怖いこれびっくりした <laughs> しかもお兄さんに「武藤智ですか」姉妹だとやっぱりあるのかな間違えられちゃうことが。 はあ、やばい花粉症がハルピョンさんこれもやばいね地元だからさ危ないよね <laughs> やばいこんなに私えなんでなんでこんなにやばいんだろう花粉症焦るハマさんのもこれもびっくりした しかも近所は怖い確かに <laughs> スーパー確かに怖いな峯岸さんの話もすごいよね やばい「お誕生日おめでとう」だってえ <laughs> 大姉さん面白かった、すごい。<laughs> 大姉さん。<laughs> の中に米の中に米,だって <laughs> 米,の中に米大姉さんほんとに面白い米春さんの話はびっくりしたなんかすごいはい揃ってるのに始まらないなぜなぜなぜ これ辛いよねしかも正面に座ってて気づかれないのは <laughs> っていうかさ <laughs> かわいいうんうん、えー。ガチだったんだ。 <laughs> 本人言いましたこの時 <laughs> 記憶気迫してたうん可愛くなったってこと 知らない女性が座ってた最低ひどいうん <laughs> 私もバレないのかなすっぴんだったらエリーさんは一目瞭然可愛いいっちゃ可愛いですけど <laughs> そうだそうだアイドルだぞ <laughs> あ発表終了ちょっとその前にあの鼻だけかわしてください <laughs> よしじゃあくね <laughs> 早くな一日発表終了 よしさあ誰だハガイドメンタル上誰だ誰だはいこういう時毎回ドキドキする前の時もそうだったドキドキあ、もう一回来たドキドキさあ誰だ さ誰だ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 ,だ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 あっえっちょちょ,ちょ待ってくださいひゆかのお兄ちゃんえあ,あれ俺ら はい。ということで、見終わりましたけれども、あの今回ね、鋼のメンタル女王は誰だ、えー、私だと思ったら、私とお兄ちゃんということで、はい。おかしいですよね。あの私とお兄ちゃんが、鋼のメンタル女王ということなんですけれども、ちょっと待ってね。田所さん。 ありがとうございます。熊ですよね。熊タワーだよね。ありがとうございます。あれが熊タワー、田所さん。ミカさんも熊ありがとうございます。マコトさんも熊タワー。ありがとうございます。あれが熊タワー。ありがとう。サブちゃんさんも、なんだありがとうございます。ユーユーさんもありがとうございます。ちょっと鼻かますね。ごめんね。 よしはいということで見終わったんですけれども皆さんいかがでしたか今回も私がちょっと選ばれちゃったんですけれどもあのね私ありがたいことにさよならモーリーさん出るたびに結構そういうなんか受賞してて前も何だったかな黒歴史を晒すみたいな自分からの黒歴史を見せちゃうよみたいなやつでもう前1位だったんですよ私おち武者。 ドローンでちょっと終わっちゃったんですけどもはい毎回結構ありがたいことに1位とか取らせていただいててありがたいですね本当にめっちゃ面白かったありがとうございますよかったそうさよならモーリさんね毎回すごい呼ばれるの嬉しいしお話しするの大好きだからなんかありがたいですよねそうしかも今回は映像もねそう残していただて あの用意していただいてたりとかすごいね私が話しやすいように本当にしてくださっててありがとうございました楽しかったピングエピさんハートありがとうございますえう、ー、嬉しいありがとうございますでもバラエティー本当に面白いよね見てる側も話してる側もだから他のいろんな方のエピソードとかも聞けるじゃないですか大好きなんですよだからまた出たいですね って言いたいところなんですけど、なんと今週のモオリさんかなも出ます。でも今回はなんとちょっと悲しい企画で、そう今回は非選抜企画なんですよ。そう私は非選抜に選ばれちゃってちょっと残念だったんですけど、ぜひちょっと私またまたまたちょっとねあれなのでぜひ見てほしいなと思います。次回予告でねちょっとネタバレされてたんですけど、そう私出てるのでぜひ見てください。 であのお兄ちゃんにそれを伝えたんですよ話また戻るんですけどさよならモーリーさんでまず出していいっていう話をしてたんですよこの話をそしたらお兄ちゃん「おも全然出していいよ」なんかちょっとなんか上から目線「あ全然出して出して」ちょっと上から目線で「なんかあはい」みたいな出してであのまあメンタル上慣れて。 だからそれまあ一応報告したんですよああのになんか私じゃなくてお兄ちゃん選ばれたよみたいなそしたら「マジ爆笑爆笑嬉しいわらわら」みたいなことが来てなんか相変わらずだなって思いましたうんお兄ちゃん今県外だからその直接言えなくって LINE で言ったんですけどなんか「嬉しい爆笑爆笑」 よかったわわらわらみたいな感じで来ましたねはいななんかねちょっと上からなんですけど謎に、はい、でも嬉しそうでしたすごくね喜んでました、まあ、よかったのかなって思いますだからまたねぜひ空いてる時はパンイチで登場してほしいなと思いますお兄ちゃんねお願いしますはい <laughs> そうなんです ね、逆にこの話このお兄ちゃんが配信でこれをパンに来てきたことを知らなかった方は多分めっちゃびっくりしたと思うんですけどそう実はああいうこともございましたという感じでございます。はい <laughs> よしはいという感じでしたでは今日はそんな感じでしたちょっとねまだ全然不慣れなんだけどど,どうやって話せばいいんだろうなごめんなさいちょっと充電が20%になっちゃいました逆に皆さんはやってみてほしい企画とかありますかなんかこれやると絶対面白いじゃんっていう。 企画とかでももう終わっちゃうんですけどね本当に悲しいさよならモリさんがもう終わってしまうんですよ皆さんそうめちゃめちゃね悲しい本当に悲しいだから皆さんが企画提案してくれたら私がこの「個人ショールーム配信」でやりますねそう違う番組に新しい番組になっちゃうんですすごい残念だけど ねもうねめっちゃ面白くなってきてたのにねさあ何がいいと思いますか企画なんかありますか よしさよならひゆかちゃんえマジでやりたい私一人でもやらせてくださいやりたいですねもうもうちょっとね続いてほしかったよね なんかねそういう企画しながら配信したいな普通のお話も大好きなんだけどうんやりたいです是非ともいい案ください <laughs> ポンターさんハートありがとうございますはいということでね来週も私出ますのでちょっとちょっと来週はねトークというよりかはまあ選抜のなんかいろいろなんですけど ちょっと皆さん見てほしいです。ぜひ。なんか嬉しい気持ちになりました。私、選抜、あ、でもこれもちょっとまた、今度話しますね。はい。ではでは、改めてお知らせいたします。感想は、ハッシュタグ、AKB さよならモ o さんでツイートお願いします。ぜひね、今日の、この配信の感想でもいいですし、TVer とか見て、お ひュガじゃあおもろいってなったらぜひ、ハッシュタグ AKB さよならもおりさんをつけて、つぶやいてくれたら嬉しいなと思います。ちょっとね、この配信ね、もっとちゃんとしたかったんだけど、本当にびっくりした。配信始めてから急にこの花粉症の症状が出たんですけど、本当にごめんなさい。で、まだ見てない方も、もちろん、 何回も見たよって方も何度も何度もフルーティーバーでぜひ見逃し配信をご覧ください私もね実を言うとこの配信34回ぐらい見,見ました自分でチェックしたのとお母さんと一緒に見たのととかいろいろあってそう4回目ぐらいでしたけど何回見ても面白いのでぜひそしてたくさん感想を教えてくださいそしてショールームにて番組と連動したエピソード動画が公開されますされました されてます多分モーリーさん目線の番組本編では見れないメンバーの裏側を見ることができるので是非チェックしてくださいよろしくお願いしますはいではちょっとランキングを読む前に鼻だだけかませてください本当にこれびっくりするよね私本当にね花粉症とかなかったんですけどこの配信をよし始めようと思ってからなんか鼻がムズムズ ちょっと皆さんに久々に会えたからちょっと反応が嬉しすぎてごめんなさい <laughs> ちょっと待っててねよし はい。ということで、今日はランキングをちょっと読んでいこうと思います。今日ね、皆さんのギフトが全然読めなかったんだけど、ちゃんと見てます。本当にありがとうございます。では、ランキング読みます。では、いくよ。13位、ポンタ、アットマーク、空が好きさん。ありがとうございます。また、見てください。12位、ユキタンさん、アットマーク、ヒユカタン大。なんだ、ヒユカタン大。好きかな これで違ったら恥ずかしいんだけど大好きピー大好きピーありがとう好き <laughs> ピーだありがとうございますまた見てくださいあら順位が変わっちゃってるもう一回来ますねごめんなさい13ユキタンさんあとマックヒューカタン大好きピーありがとうございます大好きピーまた見てください12ゆうゆうさんありがとうございますまた見てください 11位ポンドさんアットマーク空が好きありがとうございますまた見てください10位 GS さんありがとうございますまた見てください9位サブちゃんさんアットマークなんか書いてたよな見たぞその <laughs> その鼻水は何ちゃら何ちゃらって書いてたでしょサブちゃんさん見たぞ <laughs> その花水は未来につながる虹に,になる。最悪その雫屋だよ雫屋もちょっと出たいので、皆さん楽しみに待っててください。頑張ります。ありがとう。また見てください。<laughs> 8位、ミーティアライトさん。ありがとうございます。また見てください。ミカさんね !3 月7日誕生日。メールありがとう。ねそうおめでとうミカさんちょっと7 5 5で返信させてね。おめでとう忘れてなかったよ。 おめでとうまた見てください6位ワイプさんありがとうございますまた見てください5位ブフォン99さんありがとうございますまた見てください4位ユウキくんありがとうございますまた見てください3位タドコロさんありがとうございますおこっからですね上位3名の方にはなんとさよなら毛利さんのスタジオで撮影した取り下ろし集合写真を

で、ただいまお読みした上位3名の方、田所さん、翔くん、誠さんは番組終了後、でもこの配信終了後かなだと思います。1週間以内にショールームさんより番組特典当選のお知らせというメッセージをお送りしますので、ショールームの受信ボックス、ぜひご確認ください。お忘れなく、ニックネームは連絡があるまで変えないようお願いいたしますということです。はい。 特典の発送には2ヶ月ほどお時間をいただきますのでご了承ください。だから「さよならモーリーさん」が多分終わったあとになるんだけどまたそれをね届いてから「あさよならモーリーさんだ」って振り返れると思うのでいいじゃんいいじゃん楽しみにしててくださいささんんととねね忘れなく、ね、<laughs> はい。ということで今日の配信は以上になります。 ななんんかごめんなさいすごい鼻声だしなんかうまく話せなかったかもなんだけど見てくれてありがとうございましたすごい楽しいてかさよならモーリーさんが本当に大好きモーリーさんもね私が出るたびに元気にしてましたかって声をかけてくださるんですよ本当にありがとうございます嬉しいな毎回そうやって呼んでいただけるのもありがたいですしそうありがたいだからそのたびに私は番組 出る時にね盛り上げたいなって思うからすごいありがたいですね呼んでもらえることに感謝してそして来週ぜひ皆さん見てほしいなと思いますはいちょっと花粉症じゃないからねさ自覚持ったら負けだから私は花粉症じゃないですよ今日はちょっとなんかハウスダストが多いかなっていう感じではい <laughs> はいなのでぜひね皆さん来週も 私出演してますので来週のさよならもーりさんもぜひ見て「ハッシュタグ #AKB さよならもーりさん」でたくさんたくさん感想をつぶやいてほしいですし「ハッシさくがわひゆか」では私めっちゃ見てますのでぜひたくさんつぶやいてくれたら嬉しいです。はいでは今日は4685人の方が見てくださって本当にありがとうございます。ぜひ今週のさよならもーりさんも見て一緒に楽しみましょう。最後までねさよならもーりさん見届きましょう。 では今日はこの辺でドローンさせていただこうと思いますはい皆さんありがとうございました今日はねゆっくり休んでさよなら森さんこの後またもう一回見てくださいいやあともう二回見てください、はい、<laughs> ではありがとうございましたおやすみなさいまたね755コメ編しますねこの後ありがとうバイバイ